りあえず撮影を続くみたいだけど、その顔の怪我じゃ主役は無理だな。お気の毒様。ま、あの爆発で死ななかっただけでもラッキーだと思うよ。やけに突っかかってくるんだな。当たり前だろ。桃香が死んだのはお前のせいだからな。やっぱりそういうことか。で、そのトリックってのはどういうのよ。犯人はまず輪っかを作った縄を隠し持っていた。そして何？途中でやめたら気持ち悪いでしょ。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。分かったね、トリックが。謝絶のはずだろう。トレードマークのヒゲが燃えて人前に出れない、面会謝絶だって叫んでたじゃない。うわ、だからだよ。だってよ、ここは映画の撮影所だろう。ヒゲなんか探してたの？とんだエキストラだな。怪我がなかっただけでも良かったと思わないと。諦めちまったけどな。うるさい。役者は顔が命というが、俺にとってはヒゲの方が命より大事なんだ。役者は顔が命。顔？たーく、お父さんのせいで片付けが大変だよ。あ、ダメダメダメ。え、ダメダメ。触るな、お前。こんなに散らかってる。あ、ダメ、それ、あ、違った。あ、それいいかも、それいいかも。さっきのだよ。え、いや、さっきの？これいいかも。そういうことか。何？どうしたの？ようやく分かったんだよ。たった一つの真実ってやつが。ですね、あの高校生探偵から皆さんを集めてくれと頼まれましたな。桃香の自殺で事件解決したはずだろう。まあそれがね。桃香さんは自殺じゃありませんよ。ったく、まだそんなこと言いはんのかよ。ここは密室だったんだろう。殺人なんか無理だろ。そのトリックを今から解明してみせます。犯人はまず輪っかを作った縄を隠し持ち、話があると言って部屋に入り込んで桃香さんを殺害したんです。それから針に縄をかけ遺体を吊り上げる。この時の縄の長さが
密室トリックのポイントです。縄の長さ、振り子ですよ。犯人は部屋の外にいながら桃花さんの遺体を振り子のように使って中からカンヌキをかけたんです。まず犯人は桃花さんが履いていた足袋の留め金の真ん中を外して、それからカンヌキを両足で挟んで軽く固定、そして扉を開けた状態で浮いた死体を入り口のところまで引っ張る。手を離せば遺体は反動で奥に振られます。その隙に観音扉を閉めれば、振り子で戻ってきた遺体のかかとがちょうどドアに衝突、密室が完成するというわけです。扉と缶抜きには何かが擦れた跡がいくつもついています。おそらく犯人はトリックを成立させるために何度も実験をしたんでしょう。だったら犯人誰だってんだよ。考えられるのは桜庭さんと桃花さんの二人を恨んでいた人物。その可能性が最も高いのは、考えられるのは桜庭さんと桃花さんの二人を恨んでいた人物。その可能性が最も高いのは、文子さん、あなたです。え、文子さんが？動機はないや。嫉妬ですよ。文子さんは桜庭さんと桃花さんの中に嫉妬したんです。私がどうして二人に嫉妬なんか。あなた桜庭さんの元恋人ですよね。昨日二人を見かけた時から普通の関係ではないとは思っていましたが、念のため同じ劇団の人にも確認を取りました。でも桜庭君とはとっくに別れてるんです。未練もないし嫉妬なんかするはずない。ではなぜそのしおりを大事に持っているんですか。それって縁結びグッズの幸運のしおりですよね。桜庭さんから送られたそのしおりにはあなた方二人の名前が入っていました。昨日拾った時に確認したので。ありがとうございます。間違いありません。それはこれは桜庭君と昔付き合ってた時にもらったもので、たまたま持ってただけです。それはありえないですね。どうして。この桜色のしおりは期間限定の商品で、売り出されたのはほんの2週間前なんです。このしおりをあなたは大事に持っている。それはあなたにまだ桜庭さんへの気持ちがあるという証拠です。文子、本当にお前が俺を襲い、そして桃香を殺したのか。桜庭君まで